皆様こんばんは、モテルズです。今日はいちご、おめでとうございます。いちごモテルズです。おめでとうございます。モメンツですね、新潟市内を中心に、活動しております、ジャズの、バンドでして、これからジャズのスタンダードナンバーを中心にですね、お届けしたいと思います。今回エアヨイライブ、初めて参加なんですけれども、参加できることになったきっかけが、今回の主催の伊藤静香ちゃんとですね、他のイベントで知り合って、でそこからその前にですね、そういうふうに読んでいただきました。今日は静香ちゃんの方にありがとう、本当に言うのかな。あ、静香ちゃん、あ、ちょっといいですか。ありがとうございます。ということで、それから少しカズの曲を演奏していきたいと思うんですけれども、最初の曲はですね、バイオアンドオイルダーっていうですね、曲なんですけれども、たった一人の私の大切な大好きな人を歌った曲で、あなたのことを考えると私の気持ちは古かったになって、飛び切ってしまいそうだなっていう、そういうロマンチックな歌詞でございます。では早速演奏していきたいと思います。お聴きください、迷わさんの音楽。
ども、次はちょっと日本語の曲を演奏したいと思います。私、ジャズをやり始めて3年ぐらい経つんですけれども、その前から結構いろんな音楽を聴くのも好きだったんですけれども、私の一番好きな歌手で、椎名林檎さんですね。昔から高校生の時からずっと大好きなんですけれども、その椎名林檎さんのですね、一番最初の、無罪モラトリアムという、アルバムから、丸の内サディスティックというですね、曲を、お届けしたいと思います。ちょっとね、夏らしく、まだ9月だけど、まだちょっと今日ね、すごくまだまだ暑い日が続いてるので、ちょっとね、少しでも涼しくなるように、ね、でもちょっと暑い演奏をお届けしたいと思います。ではお送りしたいと思います。お聴きください。丸の内サディスティック。
즐거운 일을 기다립니다. 가가야님과 서브레, 오가야노사님께 인사드립니다. 今日は新月なのかな、新月なので、ちょっと月がね、見えなくて、残念だったんですけれども、今日はすごく雲一つない青空で、本当に各地でいろんなイベントをしていた、すごい盛り上がったものですけれども、今日はちょっとね、夜風に吹かれながら皆さん、AOEライブをお楽しみいただけるということで、では、次の曲ですね。行きたいと思います。次は、これもジャズのちょっと有名な曲で、皆さんも一度はお耳にしたことがあると思うんですけれども、Fly Me to the Moon ですね。お届けしたいと思います。はい。では、早速、お届けしたいと思います。お聞きください。Fly Me to the Moon。 最後はですね、チャーリーチャップリンの曲のスマイルという曲をお届けしたいと思います。
ても悲しいことがあっても笑顔はすごい大切で、笑顔を忘れないようにしていれば人生なんとかなるさっていう曲なんですけれども、はい、尾崎さんの素敵な、ね、さっきリハーサルで私たち演奏してるのでね、なかなか後ろを見ながら演奏することができないので、リハの時にちょっと見せていただいたんですけれども、すごい笑顔が溢れる、そして尾崎さんの人間性が現れるすごい素敵な優しい感じの写真でしたので、皆さんぜひ楽しんでいただければと思います。はい、ではメンバー紹介最後なので、させていただきます。今モメンツの、メンバー紹介ですね、モメンツのバンドリーダー、渡辺裕之、if you